リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。はい、本日はね、こちらの袋ももんがの、特大ケージの方のご紹介をしていこうかなと思います。この動画が上がっている前にね、こちらの、うららちゃんが今住んでいる、簡易折りたたみケージの方はね、ご紹介させていただいたんですけれども、今回は常設で常にこちらね、設置しております、巨大ケージの方のご紹介をしていこうかなと思います。こちら今4部屋にですね、分かれておりまして、ちょっと遠くから見ると、こんな感じ?はい。横がね、押し入れになりますが、はい、こんな感じの4部屋のケージになっておりまして、現状はこのお部屋とここのお部屋以外は誰も住んでおりません。はい。ゆくゆくね、子供が生まれた時に、お部屋をね、使っていこうかなというところでございます。そしてですね、ここに住んでいるのは、ギョロメちゃんとハルくん。で、上にハルくんが、住んでおります。で、もともと、ここのね、お部屋の中に、上に今います、ハルくんをね、入れてたんですけれども、この真ん中の仕切りをね、隔てて、こっちのギョロちゃんとハロくんに対して威嚇をしているのを目撃して、あんまり良くないなと思って一旦上にしております。で、まあお部屋のレイアウトとかね、あとゆくゆく生まれてくる子に向けてのケージのね、レイアウトになっております。で、ハロくんとギョロメちゃんに関しては、まあ、ギョロメちゃんの名前の由来がですね、マイク・ワゾウスキーから来ておりますので、まあ、マイクのね、オブジェクトが置いてあったりとか、あそこに、ご友人からいただいたハンモック入れてあったりっていう感じですね。で、ここがですね、ハロウィン系の雰囲気になっていて、もともとうちにもう亡くなってしまったんですけれども、パチちゃんという女の子がいて、そのパチちゃんっていう女の子に作った、ポーチを入れております。で、まあそれをね、ハルくんに使ってもらったらいいなと思ったんですけれども、ハルくんがね、威嚇ギギちゃんだったんで、ちょっとケージのね、レイアウトものも変えて上に今入れている状態になります。なので、ゆくゆく、パッチちゃん2世がね、うちに、こうね、運命的に誕生しましたら、ここに入れたいなと私は考えております。そして上は、もともとね、上にハルくん入れるつもりではあったんですけれども、ちょっと使ってくれないかなっていうのでこっちに入れてたんですね。で、上はですね、ハルくんとこっちにうららちゃんを本当は入れたいんですよね。こっちがミッキーになってて、こっちがミニーちゃんになってるので、そういうケージのレイアウトにしたいなと思って、やったんですけれども、ちょっとハルくんがね、威嚇ちゃんなので、まだここにうららちゃんをね、入れるのは怖いなというところです。あとは、まあ、ひいきじゃないですけれども、うららちゃんが一番私には懐いていてくれて、そうですね、よく私に甘えてくれる子でもあるので、接しやすく、コミュニケーションの取りやすいここにしております。で、はるくんは、ちょっとね、威嚇ちゃんで、私にもたまに威嚇をするので、おとなしく過ごせる環境にしてます。そして、ギョロハロは、今、ペアになってて、まあ、ちょっと交尾をされているのも目撃しているので、まあ、子育てとかもね、含めて、ちょっと私からは、私いつもここのベッドにいますけれども、私からはちょっと離れた場所という形でこちらにしております。はい。まあ、そんな感じのケージになってます。ケージレイアウト、実際中見ていきましょう。ちょっとね、今この中にいる子たち、少し、気性が荒いわけじゃないんだけど、ちょっとこうね、思春期だったりとか、ちょっと威嚇をする子だったりするので、開けずに見ていきます。はい。こちら、ハロとギョロのお部屋なんですけれども、ここのお部屋は、ギョロメちゃんの名前の由来通り、マイク・ワゾウスキーのオブジェクトが置いてあって、ちょっとモンスターズ・インクの世界観に合いそうな100均で見つけた、こちら、買い物カゴ、あそこでね、クリップで止めてるので動かないんですけれども、その上に、こちらの缶の入れ物をですね、に、ミルクを入れているという状態です。あ、しっかりとですね、飲食物を入れても大丈夫な器を使っているのでご安心ください。で、奥にですね、水入れがあります。奥ですね。これ。はい。で、あれはですね、本当はおかやどかりの、なんか水辺みたいなので売ってたんですけれども、水飲み用にも使えるなって思って、で、あともともとうずらだったりとか、ハリネズミを飼ってる時に、使っていたものになります。結構ね、万能です。水、新しいものが下にちょこちょこちょこって出てくれるので。で、キョロちゃんがね、好きな、回し車があって、あそこにマイク・ワゾースキーのオブジェクトがあって、中に、カプセルが入ってる感じですね。たまにあそこにマシュマロを入れて置いときます。たまにうまく開けて食べております。で、ここに餌入れがあって、っていう状態ですね。はい。で、餌入れのところにはですね、なんかなんていうの、スーパーとかにあるようなね、入れ物とかプラスチックのケース、プラスチックのケースを模したミニチュアを置いてます。で、上にハンモックがあって、紐がふわーっと繋がってて、で、あそこに止まり木があるよというケージレイアウトです。で、こっちが、いつかはパッチちゃんに使っていただきたいなと思ってるケージのレイアウト。ここに餌入れと水入れがある状態です。ちょっとうんちとかペッペカスがこっちから多分入ったね。と、ここにミルク入れがあります。で、ここの間のケージをね、間というか、2つのケージを温められるように、あそこにヒーターがついております。そして、床置き用のナイトメアビフォークリスマスの、ポーチと、これもナイトメアビフォークリスマスの、サリーですね。サリーの、模様のポーチ、そして止まり木があって、で、上には観覧車を模した100均のオブジェクトを置いております。たまにうららちゃんをね、ここに入れて遊ばせるんですけど、あれをカサカサカシャカシャと回して遊んでます。で、なんかカゴみたいのがあって、で、あれもナイトメアビフォークリスマスのなんか木のおもちゃというか小物入れですね。小物入れの中に入って遊んでたりします。はい。そんな感じのレイアウト。で、上はですね、一応シンメトリーになってまして、右と左で同じようなケージレイアウトにしてます。こっちがミッキー、こっちがミニー。そして、ここの真ん中のところ見てもらうとね、ミッキーのポーチというか、小物入れとミニーのね、小物入れがあって、で、こっちはシックめの、ものが上からぶら下がって間にここにあるんですけれども、こっちは黒色のもの、こっちはね、金色のもののおもちゃをね、入れてます。おもちゃというか、まあオブジェクトというかね、入れていて、で、こっちは青いボリみたいのをね、つけて、これも100均で見つけたもので、こっちはピンクのもので、あっちはちょっとシックめの黒じゃない、茶色系のね、ポーチを入れて、で、こっちにはピンクのポーチを入れてっていう形で、左右対称になる形で、こちらはケージのレイアウトをしております。で、真ん中に餌入れがあってっていう状態ですね。はい。基本的には、かなりディズニーに寄ってますね。あそこは、モンスターズインクですし、ここはナイトメアビフォークリスマスだし、ミッキーだし、ミニーだしっていう状態ね。うららちゃんのケージだけがちょっとディズニー要素があんまりないかなっていう感じ。はい、こんな感じでございます。あと、まあ、この辺にね、様々いろんなポーチがね、置いてあります。あれは洗濯した後にね、あそこに置いて乾かしているって感じですね。はい、こんな感じのケージのレイアウトでございます。はい、皆さんね、過ごして、なんか楽しく暮らしてはくれているので、こんな感じ。あと、ちゃんとね、ここの段の下がペットシーツ入れられるようになってたり、ここもこの下がね、ペットシーツ入っております。まあ、っていう感じですかね。特に変わったケージのレイアウトというのはしてないかと思います。まあ、広々とね、なっていて、かなり遊びやすいんじゃないかなと私は思っております。基本的にはケージのレイアウトに使っているものは100均で購入できるものが多いです。なので、このケージ作るのにでも2000円ぐらいかな、2500円ぐらいはかかっちゃったかな。餌入れとかそういうおもちゃ中に入れてるものとかも合わせてね。でプラス、ディズニーの商品とか、あれもディズニーストアで買ったやつだし、こっちのもディズニーストアで買ったやつだから、ディズニーストアとかで買ったものとかはちょっとだけ高いかなと。あとペットショップで買った水入れとかこの回し車とかは少し高いんで、まあ、でもそれで言っても総額1万も超えてないかなっていうケージのレイアウトの状態になっております。はい、こちらね、何か参考になれば、幸いでございます。ぜひともね、楽しい福もんもライフを、送っていただければ幸いです。ということで、本日はこちらの特大ケージの方のご紹介でございました。ということで、以上、りんとでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、りんとでした。バイバーイ。